でも、いい人は一緒に寝します。どうしたん？別れたん？別れてない。なんかあったの？なんかさっき神妙な面持ちでライン打ってたけど。うん。なんか別に。なんかさ、別に。うちがちょっと別れるラインの分を打ってたっぽいね。あや。神妙な面持ちやったからさ。うん。こいつ大げさに言いすぎ。普通になんか、いけるやん、撮影して。待ってくれ、待ってくれ。聞かせてくれ。それと一緒にご飯食うから。お前、おかずにすんな。早く早く。あの、いけるやん、撮影してたりするから。うんうんうん。あの、とりあえず今、ちょっと深刻な感じのラインを打ってた？うん、深刻じゃない。お前が深刻にしたいだけやろ。ちょっとなんか、変な雰囲気漂った。あの、ちょっと、なんか、あれって。お前一口やれへん理由としましては、ちょっと待ってくれよお前、それは2個目のご飯で行かせてくれ。さすがにお前気づきもじゃない、野菜野菜、お前人生で野菜食べたことないやろ。どうせ野菜残るから食べてやった、ありがとう。もう初の昼からしてる、お昼、もう12時ぐらいから集まって、お昼ご飯食べてなかったの、朝起きてから何もな。めっちゃお腹空いとってんの。その後も撮影しなあかんやつがあって。じゃあその間になんか食べるしかないやん。うん、で、なんでクライマックス来るときは言ってくれよ。さすがにおかずが行かせてくれ。コウ君の撮影を協力したから、うん、っていうので、お昼ご飯おごるよって言っとって、その、あの、マルゲンに連れて行ってくれてんな。うん、プライベートご飯はちょっと嫉妬しちゃうかも、ね、でもまあこれは事情が多かったから何も言ってなかったんやけど、それでちょっと嫉妬しちゃったよっていう、勘違いしたよっていう話。何やねん、全然ご飯進まんわ。勘違いさせるの顔でライン打つな。お前こんな顔でライン打つの、そんな顔してないわ。なってたやん、そんな顔してない。さぞかしやばい状況か思ってカメラつけたの。違う、うまいは一人でご飯食べに行くの。うん、りょうくんとね。待ってくれ。ね、うん、久しぶりにというか、なんかお酒飲みたいみたいに言い出してる、うん、飲まないんですよ、うん、あ、いいよ、じゃあ合わせるって言って一応カルピスサワーを二人で頼んでるの、うん、じゃーんって乾杯するやん。ちょっと待って、じゃーんって言って韓国の乾杯の、じゃーんって言って、ちゃーんって乾杯してた、こんだけで酔ってた。おい。俺今さ、ご飯の当てになる話つい言うてん。誰ものろけ言うてんちゃうねん。お前ちゃーんいてまうの、お前。顔真っ赤っかやってる。やばいやろ。ちょっとお互いに不幸な話しよう。じいちゃんおかしいんだ。最低やなお前、嘘やで。俺じいちゃん住んでて嬉しない。毎日ハク飼ってるよ、犬飼ってるよ、うんち漏らしてるカーペットで、あーって言ってダメやろって言って、ゲージの中家でダメやろって。でハクのちっちゃい部屋もなんか3畳ぐらいの部屋あるんだけど、うん、そこちょっとなんかやるやん、サイコロさんマスボンしかなかったやん、この部屋。嘘するな。まあ、ドアバンって閉めたやな、うん、次、バンって開けた時に、うん、引っかかってた。で、バーンって焦げて、ほんまに、足上上がってくるぐらい焦げてんやん。この太ももの裏とかに青タンとか出してた。めっちゃ箱に負けた感じして見えた。服を、ねっと世界ではさ、お前さ、お前の不幸の話聞かせろ言うたよ。怪我に苦しんで泥水飲んでさ、寝てる間も銃声聞こえてる国もあんのにさ、愛犬がうんこもなし。違う、お前は一円のやつを聞かせるって。愛犬がうんこもなしてさ、お前肉食べたんね。あれトノ食べてないよ、これ。嫌なのにさ、お前コケって青タンでいくやつかな、どうすか。お前の服を聞かせてくるやん。俺、うん、なーに、俺やっぱまあずっと幸せじゃないねんけど、やっぱこの世の中からいじめ絶対、戦争なくせじゃないことかな。
お前自分の髪の毛上げようとすんねん。俺はその問題が解決するまでずっと幸せとは思ってない。そうやな、それはそうやわ、うん、俺は自分だけ幸せっていうのが嫌やからさ。じゃあお前はある時の中でどうにかせよ。シリアだから荒野行動25万課金したんだよ。トーナー友達から聞いた話やるけど、うん、2人で乗れたらしいねんな。うん、お前追い込みかけてる。追い込んでるやん。ラストスパートかけてる。合コンに行ってんな。33の合コンみたいなエレベーターで上がるの。で3人でさっき女子乗っとって、でなんか後から男の人に3人ぐらいバーって入ってきたらしいねんな。うん、今日どうするはずやったらみたいな、もうおもんなかったらすぐ帰ろうぜ、お金持ちじゃなかったりとかおもんなかったりしたらすぐ帰ろうぜみたいな感じ言ってたらしいねんな。うん、あ、それはちょっと思った。全然おもんなかったらすぐ1軒目で帰ろうみたいな。全然大丈夫。そこの乗り具合は全然許容。全然言い直さんで大丈夫。誠実に言いたいから。うん、まずなんか3階にチーンってついてる、うん、男の人2人が抜けていく。3階についたね、別にチーン。で男の人2人が抜けていって一緒に4階行ってんの。うん、4階で降りてんの。うん、でもまさか、うん、まさかねってないでしょ、うん、思うとってね。で部屋入っていったらそのエレベーターに男の人おったらしい。思んなかったら帰ろうみたいな言ってる人がその合コンの人やったらしい。あ、それは女が悪いな。全部の木張っとけ。男は全員その合コンに来る可能性があるというわけなんやから。うん、で集合時間に乗り合わせてくるエレベーターに乗ってくる男なんか、お前合コンに来る男の可能性が高いんやから。合コン行ったことある？合コンはないな。うん、いや、あんじゃん。え？ほんまに楽しかったって思った。もう何もなかった。スープ飲むなっつったよな。唯一のルールも守られへんのに。やめろ、今から飲むねん俺そのスープ。何しとんの。それはお前お持ち帰りされへんわ。ねやめやめ。はい、ご飯粒残し放題。俺がさ、これ残し放題。お前ご飯粒残したい。残したい。うまこいつ生。残したい。タイマー。たまたま今の。残したい。何人ですか。やばくないっすかね。彼氏石橋さんっていうの。お前彼氏文脈の話にお疲れ様ですっていう。だいぶ業務的なラインだな。RSMR。 ここよ、 RSMR。 ASMR。 でなんですけど、 C さんのコーデをしていただこうかなと思いまして、はい、C さんの洋服たくさんいただきました。ありがとうございます。そしてりょうくんとのデート中にするコーデを5コーデ組んでいただいてるので、はい、まずちょっといいですか。組みました。はいはい、はい、まず1個を向けていく目です。トーナー。あー、めっちゃいい。足、ふわふわしてる、これも。ほら、インサイドキックでお前、ボールみたいに蹴んなよ。やべえ。すいません、あんまボケるとこなって。すいません。で、このネックレスもね、ちょっといかつい感じで。お前、胸散らすんなよ、お前。すいません、ボケるとこなくて。まあ、ちょっといかつめかな。ちょっとワイルドさも持ちつつの。そう。じゃあ、2コーデ目。2コーデ目いきまーす。一井さん、ちょっとフィッティング入られてます。僕のコーデだけ一応紹介しておきましょうか。何一応今日はちょっと黒めのあの黒を意識してまして、ポイントはちょっと黒ですね。題名つけるなら隅とかでしょ。お前はミスター隅。次2コーデ目です。どうぞ。いいですね。ちょっとカフェに行く感じかな。ちょっと楽な感じです。ちょっと楽な感じ、一ちゃん意識してます。こんな感じです。あー、ボーダーはこんな、ちょっとふわふわな感じの生地にズボン。 OL な感じやな。
覚える？一応やっぱ一個一個やっぱ題名つけていった方がいいんちゃう？で、靴、うん、ちょっと厚底の感じの靴ですね。一応これに題名つけるなんだ。あの近くのカフェに行く。でもダルギじゃダメ。そうそう、ダルギじゃダメやから死ぬほどバチバチ決めんでもラフにそこまでなら少しおしゃれしてカフェ行ける格好です。そうで、白の帽子キャップとかかぶっても可愛いもんね。白の帽子をキャップを添えて、はい、次参考でお願いします。はい、可愛いです。正直今のところ全部似合ってます。僕のコーデだけちょっと紹介しておきましょうか。もう変な前のコーデ。今回僕がちょっとね、意識してるのはちょっと黒めなコーデ、ちょっと黒も入れてみたよみたいな感じのコーデです。はい、ちょっと見分けつきにくいんですけど、パンツとね、上の黒の色全然違うんですよ。まあ、題名つけるとしたら、隅がいっぱいある中に僕折ってもバレないよね、コーデです。参考で見ていきました。トノこう、お尻とかこうボリボリ描いてても映えるよねっていう格好です。いいですね。かわいい。ちょっとスウェットやけど、ちょっとスポーティーな感じで。はい、こんな感じ、見えますか？暗いよね。で、ワンポイントね。で、で、靴。あ、いいですね。なんかそのスポーティーな感じだな。靴はこんな感じです。でも、だるすぎない感じですかね、うん、やっぱ、全部に共通していくところで言うと、だるすぎない感じですね。そう、うん、ラフに行こうぜ、イエーイ。ラフに行こうぜ、イエーイイエーイイエーイがやっぱ脳内流れるような服装。はい、常に私は楽に行こうぜっていうでないと無理です。そう、やっぱり社長さんの中の会食にはいけないが、そこら辺の人ならこれでは行けるよこれしかも裏肝。はい、これ裏肝。裏もしても裏肝だからもうこれ一枚でいっても肩がよー。次4コード。はい、時間待ってんで3品のコードをしてみます。これ毛皮のコート着てまして、3品じゃん。これはグレーのね、毛皮のコート着ております。かわいい。ちょっとバツナギなんですけど、ちょっと僕のコーデ紹介させてもらおう。トノ今日ちょっとチャームポイントなんですよ。全身黒と思いきや、ちょっとシューズ白なんですよ。シューズがこの白があることによってちょっと引き締まるんですよ。全然ダボダボっとした服なんですけど、白があることによってちょっとキュッと締まる感じあります。続いて4コーデ目です。どうぞ。いつかいけ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 。芸人コーデです。いや、これはスポーツコーデですね。なるほどね。スポーツ、やっぱよくも筋トレとかしてるし、一円も筋トレとかするんで、そういうズボンにワンポイントついてて、服を上の服はこんな感じです。可愛いですね。うん、これ一枚で着ても可愛いかなと思ってんけど、ちょっと丈が短いかな、ちょっと短いかなと思ったんで、ちょっと合わせてみました。これはもうスポーツしようぜ、イエイイエイイエイです。やっぱ僕とちょっと似てますよね。やっぱ黒と白混ぜる感じね。黒のコーデなんですけど全体的に、でも白の足元でキュッと締める感じね。いいですね。かわいい。ラストは次5コーデ目紹介していきたいと思います。はい、いきます。ちょっと一応5コーデ目してないで、最後に僕のちゃんとも、うえってお前のお前ずっと黒やないかい。これのもう一つのポイントっていうのがですね、この下のズボンのラフさ、これだいたいおっぱいまで上がります。なんでこれ一枚でもそこに出歩けるんですよ。なんでまあこれ楽かなっていう、女性ってなんか服一枚でこう大きいサイズバーンってきてなんか外出たがるじゃないですか。これできますね。逆に上じゃなくて下を一枚完結する。はい、ラスト5コーデ目です。どうぞ。パスタコーデ。パスタ食べに行こうぜ。いいいいいい。これパスタコーデって言います。こんな感じで、これでカバンを持って、で下は
こういう生地感。これちょっとフレアパンツっぽくなって、ちょっとね、外側に向けてファンって開いてる感じの、これ足が長くなってる。で、ゴムやから、はい、お腹いっぱいになっても大丈夫だよ。パスタでね、お腹いっぱいになっても大丈夫、はい、確かに。やっぱシーンやったらさ、こういう感じのちょっとなんかあの可愛い系っていうか、うん、緩い感じのコーデも、そのストリート系とか古着系とかもいろいろあるから、きっちりしたやつもあるし、そうそうそう、靴もネックレスとか、うん、もうあのカバンとかも売ってるから、ほんまにすごいいい、うん、このカバンもあるで、シーンやで、そうそう、シーン。どうですか、良かったですか。はい、可愛かったです、めっちゃ良かったです。今ですね、概要欄に安くなるクーポンもね貼ってますんで、はい、シーンただでさえ安いのに赤字まだ安くなるクーポンまで配布してます、はい、概要欄に。大丈夫だって。なのでぜひ皆さんシーンで買ってみてください。はい、お願いします。もう今すぐね、あの概要欄にクーポン貼ってますんで、ぜひ安く買ってみてください。はい、はい、ということで、この動画が気になると思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、合うボタン、よろしくお願いします。バイバーイ。